かし相変わらずこのお屋敷は広いな。普段使ってる母屋だけでこの規模だからな。まだ知らない場所がいっぱいありそうだよな。ん？今まで壁だと思ってたけど、これ引き戸だ。これって。颯くん、掃除終わりました？マリアさん、この扉って。ああ、そこは今使ってないんですよ。入ってみます？中に入れば何かわかるので。あ、はい。では。これは入ってもわかりませんが。ではついてきてください。ここはこの家のサウナなんですよ。ええ、サウナ？これが？はい。本当ですか？いくら3000インケでもこんなのありえないですよ。スーパー銭湯とかのサウナだって6畳一間くらいしか。全然信じてませんね、颯くん。はあ。着きましたよ。なんかいきなり凄まじい湿度になったんですけど。ええ、だいたい1分で100度まで上がりますよ。宿体炉でも積んでるんですか、このサウナは。でもさすがに危険じゃないですか。こんなちょっと迷うくらい広い高温のサウナなんて、万が一何かあったら。嫌ですわ、颯くんったら。だから使ってないんじゃないですか。作る前に気づくべきでは。気が済んだところでそろそろ出ましょう。このサウナ、一度熱くなるとなかなか冷めませんし。ええ、では。え、ちょ、何ですかこれ。真っ暗で何も。あら、やだ。久しぶりに宿体炉をつけたから、お風呂場のブレーカーが。ええ、本当に宿体炉？っていうか、マリアさん、一体どこに。どさくさに紛れてどこ触ってるんですか。いや、これは偶然で。颯くん、あんまりお姉さんをからかってると。ごめんなさい、颯くん、怪我はありません？いえいえ、こちらこそぼーっと立ってて。しかし、これはちょっと本格的に暑いですね。まあ100度ですし、服も着てますし、電気がないと排熱も。まだ止まってないみたいですけど、湯気。変ですね。照明とは別電源だったかしら。あのマリアさん、そろそろ離れていただけると。すみません。熱でちょっとぼっとしてて。どうしました、マリアさん。いえ、なんかこう、スカートが引っかかって、動けなくて。大丈夫ですか？はい、私は。ちょっと待ってください。あれ、何か。いえ、なんか僕の足にもスカートが絡まって。っていうか、これは不可抗力ですからね。わざとじゃないですから。ええ、もちろん。まあ僕はマリアさんみたいに綺麗な人に押し倒されても悪い気はしないというか。颯くん。はい。颯くんは女の子みたいな顔をしてますが、一応男の子なんですよ。ですから、そういう不適切な発言を凪の前だけでなく、どこにいようと。すみません、もうそんな発言は決して。で、これからどうします？このままだと本格的にまずい事態に。仕方ありません。不可抗力です。その、ちょうど真っ暗ですし、仕方ないので。仕方ないので？スカートをここで脱いでいきますから、絶対にこちらを見てはいけませんよ。そんな、いくらがんじがらめだからって。何も。けど、このままでは埒が明けませんわ。それにその、
正直サウナはあまり得意ではなくて、もう一秒でも早く出たいというか。わかりました。ではマリアさん、僕は上を向いていますので。はい。いい匂い。無事脱ぎ終わりました。では出口と思われる方に。はい。断っておきますが、ハヤテ君、決して振り返ってはいけませんよ。イエスサー。気のせいかまた暑くなりましたね。ちなみに万が一振り返ってしまったら、僕は、まあ恋ではない場合もあるでしょうし、私のドジでもあるわけですから、逮捕くらいでなんとか。逮捕？リアル警察だった。これは自分の将来的にも、何よりマリアさんの気持ち的にも、絶対に振り返るわけには。マリアさん、どうしました？マリアさん、返事がない。まさかここで気絶？どうする。振り返って助け起こすべきか。けど絶対に振り返るなって言われたし、これはなんだか究極的な選択だ。いや、しかしここはやっぱり人命第一。目を閉じて、決して開かないよう強く閉じて。マリアさん、私いつの間に気を。あぶねえ、危なすぎるよ。何このトラップ。大丈夫ですかマリアさん。でも今振り返ってませんでした？振り返ってませんよ。全く振り返ってません。本当にですか？すみません。マリアさんが気を失ってしまったようだったので、目をつぶって助けようと。ハヤテ君は嘘つきですね。すみません。でも全然悪気はなかったというか、もし極満ならこの後警察でも何でも。けどまあ、私が倒れたのに助けようとしてくれなかったのなら、もっと許しませんけど。マリアさん、おや、マリアさん、なんか電気が回復って。アウト。あれ、ハヤテは？知りません。不可抗力だと。そこで頭をよく冷やすんだね。名作劇場。